ちょっと待って、僕が最後バッテリー自信がね、違う違う、他の人に聞きたい。そのエレクトリカルで停電直したって情報が出てからかなり遅いタイミングで、ナパイさん、アルトさんがストレージに立って情報出しましたよね。それ合ってるいや、エレクトリカルで他の人に喋ってほしい。他の人に、他の人に出してほしい。なんで僕に喋っちゃダメなの？レッツゴー。ルー、メイ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 。おー。よし、ここ。音で、動画化されるかわかりませんが、今ね、ちょっとディスコードの調子が悪いので、直接、キャプチャーをしてますね。右側、ちょっといつものね、色がわかる分とか、ちょっと、できないですけど。緑、水色。水色、青。ご了承ください。色青。よし、やっていくぜー。アキメトベイ見るか。原子炉。死んでんのかな。聞いた人は全然来てないな。死んでる。死んでる。アルトさんが死んでる。アルトさん。結構いろんな人を目撃できたので、ごめんなさい。どうぞ、ケンさん。アルトさん、現在、アルトさん結構、後半に死んでるものと思われます。エレクトリカルで停電源直して、その時後からアルトさんが入ってくるところまでは見てます。サントスです。最後終わる瞬間アドミン見たっていうのは、リアクター1、ロアエンジン1、ナビゲーション1だったので、他は複数だったので、おそらくそこにいそうかなと見てます。ナビゲーションはタチキンです。リアクター神宮寺です。ロアエンジン竹雄です。あ、じゃあ生きてんのか。エレクトリカルはなかったですよね。はい、スナパイは、原産が入ってるところに、停電を直しに行ったアルトがさんが入った後に僕も入ってます。で、アルトさんが先出てて、2番目に僕が出てってます。いや、てかそもそもアドミンの情報としてエレクトリカルに残ってなかったんで。じゃあ違うか。ですよね。だった気がします。だよね、僕もなかった気がする。あれ、砂溜です。リアクター直したんですけど、その時にアルトさんいなかったですよね。直した人でアルトさん見た人います？いない。であれば、エレクトリカルから出た後に多分右方向に向かったんじゃないですかね、ってことは。右か、右。左に行ったら絶対リアクター直しに来るはずぐらいの距離感だったので。現でザチキンさん結構話せることあるんじゃないでしょうか。ザチキンは、リアクターちょっと待って、ゲンさんとすれ違った後、ゲンさんが右行きましたけど、誰ともすれ違っておりません。コミュニケーションの中にもありません。シードにもありません。ナビゲーションでタスクやってる最中で終わったので、そこぐらいまでしか見てないです。右下、ストレール右下でマチャカリさんがお店やってるのは見てます。センターさんがそれ上に抜けていくのを見てます。うん、それより前はエレクトリカルに入りましたが、一人で砂溜さんが入ろうとしてためらったのかなって形でした。ああ、はい、ためらいました。はいはい。砂溜さんはカフェテリア周りとか見ました？最終的にはメドベで3人合流した段階で、全員がカフェテリアに入ろうとしていて、で、僕が押した感じです。多分コミュニケーション前とか、この字のあたり、ナビゲーション前とか。停電後右方向。ですか。なんだっけこれ、メンバーシップだっけこの音。で、マシップ登録ありがとうございます。先端支援へようこそ。ぜひね、このスポンサーになってください。詳しくは概要欄から。あ、すみません、スナッパイです。はい。話ちょっと中途半端だったと思うんですけど、
メドベに行った時に、ゲンさんがいたのを覚えてて、あともう一人はサントスさんでしたっけ、はい、メドベは、はい、私出てくるのは合ってます、その3人です。ですよね。うん、で、確か、アッパーエンジン側から砂ザメさんも来られましたよね。いつの話ですか、最後。ああ、そうですね、はい。はい、で、3人でカフェテリアに左側から入って、で、下側に抜けていくゲンさんと砂ザメさんを見ながら僕は押したって感じです。ああですね、はい。ですね。その辺の話。あ、ごめんなさい。カフェテリアに死体があるかどうかの話を多分したから。ああ、OK、はい、ごめんなさい。情報だけ出しとくと、リアクター終わった後、竹をカメラ見てたんですけど、廊下にはなかったですね、死体は。ああ、そう、それ聞きたかったんだよね。だから、コミュニケーション前とかじゃないかな。そう、あの右側にね、うん、なかったですね。アドミン探し行こうと思ったんですけど、死体があるか。うん、だから、コミュニケーション前の通路が有力かな。え、ちょっと待ってください。それだとザチキンさんが通ったルートじゃないですか。ザチキン通ってます。そうなんですよね、ラツキーさんが通ったルートに死体が正直あるような気が してて、それが見つからないというのがちょっと意外でした。ちなみに、砂パイさん、あ、砂ダメです。砂パイさんは、ストレージの給油あたりで、停電後に確かアルトさんと一緒にいたのを見かけたんですけど、私はそれを見かけながら、ロアエンジン側に向かったんですけど、砂パイさんはどちら側に向かいましたか。エレクトリカルを出たアルトさんがストレージで給油しているのを尻目にコミュニケーション、ナビゲーションと入り、で、カフェテリアを抜けてメドベイに入ったところ、サントスさんが降り、サントスさんが出ていき、ゲンさんが入ってきて、で、砂ザメさんと。ああ、なるほど。リアクターのあたりはスナパイさんじゃ右エリアにいたってことですね。ってことは、スナパイさんの今出した情報がアルトさんの最終目撃ってことですよね。ストレージで見たのが最後ですね。これ今、初出しですか、今のその情報。ストレージにアルトさんがいたとき、もう一人いたと思います。誰かが。砂ザメザチキンがそれを見ながら通りかかったような気はする。ザチキンさんの話だとマシャカリさんじゃなかったでしたっけ。あ、マシャカリさんかな。僕ね、誰も、はい、右下でゴミ捨てしてた。砂パイさんとザチキンさん会議ボタン連打で。あ、僕押しました今。僕が押してます。僕じゃ、僕です。押したのが最初に押したのが僕。あ、そかそかそか。砂パイさんっぽいな。アルトさんの情報がエレクトリカルで終わってる状況の中で、このタイミングで出すかね。整合性取れないと思って出したのかな、このタイミングで。か、ザチキンさんに塗りたくてか。ザチキンさん犯人にしたのが悠長なんだよな、かなり。はい、押しました。ザチキンさんはね、ロアエンジンからストレージの方、リアクターの後ですね。リアクターの後、僕最速でロアエンジンの方向かってストレージの方行ったんですけど、ザチキンさんはそれ、はい、結構並走するというか同じような感じで。そうですね、リアクターから出てくる先端さんと一緒にロアエンジンまで、ロアエンジン左下の方に行くのを確認して、ロアエンジンの入り口で神宮寺さんともすれ違ってます。ってなるとやっぱ右エリアな気がするんだよな。いや、なんかね、それ何が言ったかというと、ザツキンさんが反抗可能だった時間って多分リアクター鳴ってる時とか、リアクター鳴り終わった後、いや鳴る前ではないとは思う。なんか悠長、なんかその辺うろちょろあまりしてるのはなんかあまりにも悠長だなと思って。でストレージ多分悠々して終わったら多分ロアの方に向かったとかそういう感じですよね、ザツキンさん。給油は、タンクに組むだけ組んでまだ給油はしてないです。あー、なんか死体が近くにあるのになんかえらい悠長だなって。あ、それ見ましたね、タンクの前にいるのは。ただその後ゴミ箱行ったんで、僕その後ザチキンさんはどこ行ったか分かんないですね。はい、マシャカリさんが、ストレージ右下でゴミ捨てしてるのを見た後、それは後にコミュニケーションの方に抜けてます。そこに死体はありません。あ、コミュニケーションの方行ったんだ最終的に。はい、コミュニケーションの方行って、コミュニケーションの方入ってないです。シールド行ってナビゲーションのタスクをしてるところで最終位置です。あ、マジ。はい、うーん、はい、じゃあ、ま、全く分からないじゃん。どこで死んでんだ。砂田の発言します。ちょうど停電が鳴ったぐらいの時にアドミンで見たらオーツに5人ぐらいいたんですよね、停電中なので。そのオーツあたりを一番最後に出た人とかがもしかしたら怪しかったりするのかなって今ふと思いました。でも右下いないんだったらその話あんまり知ってもなって思います。コミュニケーションまで行けたのが、コミュニケーション行けたのがザチキンさん、右回り回ったのが、スナパイさん、以上の2人なんじゃないのかな。そうで、カメラので死体ないんだったら、うん、
コの字にも死体がなく、通路にも死体がなく、ウェポンオーツにも死体がないということです。カメラ項目誰でしたっけ、ケオさん、カメラ項目ないケオさん、タケオさん。いや、これ、にないか誰でしたっけ、場所がちょっとわからなすぎるな。ちょっときついっすね、これは。あれ、オーツ死体ないの、死体ないって誰でしたっけ、オーツかな。それか誰か嘘ついてるかだよね。まだチキン。スナパイさん。臭いの確かだけど、でもそこに死体がないのか。ザッチキンスナバイのニルフだったら一応あり得るか。ここペア組ませるのもちょっとあれだな。スナバイニルフかな。配列軸見せてペア組もうとさせたのかな。いや、ちょっと総計か。一旦リセットしよう。ちょっと場所がわからんからな、なんといっても。ただ、スナパイさんのアルトさん情報を出すタイミングがあまりにも遅かったっていうのは事実のはず。茶色、白、青。なんか、茶色、白、青、緑。そろそろ石下上がってるかと思って押しました。うわ、上がってますね。うん、砂ザメさんか。砂ザメさん。砂ザメさん。だっけな。砂ザメさん。エンターさんは絶対無理です。ずっと一緒にいたので。砂ザメさんはですね、ストレージで給油やった後に右に行かれてましたんで、右にいると思います。もうシールドであったんですよね。すれ違ったんですよね、砂ザメさんと。あ、右に行ってるなら、だって違って、竹尾さんは証明してくれると思います。でも僕右回りで今カフェテリアに戻ってきたけど砂沢さんいなかったですよ。最終位置どこだろう。神宮寺さん途中から右に行ってなかった。リアクター組とか全く見てない。僕右行ってないですよ。リアクターザチキンタケオで直しました。はい、左は絶対いない。いないです。いない。左はいないと思います。アッパーからが分かんないんですけど、ロアから2人来たら見てるんで。アッパーは僕通ったんでないです。あ、じゃあないですね。ないですね。右だね。最終目的はシールドですか。僕はシールドですれ違いました。その後僕アドミン行きましたけど、僕がその後アドミン行ってるのは多分原産センターさんが行ったと思います。アドミンにその時ナパイさんやっぱヒットな気がするな。はい、あと昨日僕の勘違いだったあれですけど、アルトさんの最終目的情報を出すタイミングが遅かったなと思うんですけど、僕がボタンを押すまでにアルトさんを見てから30秒以上経過してますか。ちょっと待って、違う違う、他の人に聞きたい。そのエレクトリカルで停電直したって情報が出てからかなり遅いタイミングで、ナパイさん、アルトさんがストレージに立って情報出しましたよね。それ合ってる。いや、エレクトリカルで他の人に喋ってほしい。他の人に出してほしい。なんで僕に喋っちゃダメなの。僕の聞き違いかもしれないから。スナパイさんに聞きたいんだけど、右回りしたときって、ストレージ終わった後に右回りしたときって何のタスクやりに行ったんですか。どこのタスク。シールドの左下のポチポチやってるところでマシャカリさんに乗ってるはず。それ終わった後メドベイまで行ったんですよね。早すぎないかなっていう。やってるところ目撃されてるっていう話をしたいんですけど、ダメですか。現在スナパイさんはそんなに怪しくないと思います。じゃあ話そう。今何を疑われてるか全然わかんないんです。話そう。怪しくないんだ。誰も覚えてなかった。なんでボタンを押してくれ。なんでボタンを押さないんだ。誰も押してくれねえ。押して。
ちょっと押してほしい、マジで。ああ、すいません、あの、多分押せってことだと思って承知しました。ちょっとタスクやらずやっちゃダメです、マジで。あの、こういう時話そうって言ってみんな知ってくから、本当に僕しか残ってないです、まあ、ボタン消費組は言っていいと思いますけどね。ああ、あとマシャカリタスク終わりました。はい、スナパイさんの話ですよね。はい、僕は何が疑われているのかをちょっと明確に教えてほしいです。あ、じゃあ僕から言うと、アルトさんの情報が欲しかったのに、原産からしかまず出なくて、はい、アルトさんの最初目的が。その直後に僕はエレクトリカルで原産とアルトさんとスナパイがどういう順番で入って出てったかの話をすぐしています。でもストレージの話出さなかったっていうのが、まあ、まあ1点ね、それが。まあ薄い要素だけどね、はい、薄い要素、はい、で、はい、マシャカリさんが、シールドで砂溜めさんとすれ違ったのに、右いたスナパイさんが見てないっていうのが、まあ単純に食い違い、先に喋らせて、その2点、はい、その2点が気になってるって感じだから、原さんとかもその中にいてたスナパイさん、お前らしくない、僕が今違和感に思っているのは、まあ、先端だけではなく全員に、僕に投票した3名の方全員にそうなんですけど、うん、処刑の投票を入れるということは、誰かとペアに行動さすとか、誰かが監視を取るとか、そういう手法を取ることなく釣りたいという意思があるってことですか。うん、だってマサカリさんと食い違ってるじゃん。だって食い違ってるでしょ、マサカリさんと。だからもう何が、だって右に砂溜めさんがいたっていう情報と、食い違ってるというか、僕が目撃していないというだけです。僕は一つ前で目撃していないターンの時は、ナビゲーションの手前の配線をやっただけなので、ウェポンは通ってカフェテリアには戻っていますが、 O2 の中、ナビゲーションの中は覗いていません。あ、そうなんですか。シールドのから上の方に砂溜めさん行ってたと思うんですけど、うん、だから中は見てないからわからないと言っている。それだったら見えそうだけどな、思っちゃうけど、うん、なんか白1人と狼2人が3票で入れてる気がしました、昨日の。僕入れました、スナパイさんに。竹を投票してますよ。私も入れた。もうどうしたらいい、僕。うん、まあタスクで結構勝てると思うんですけどね。甘い。1人で動くので、なんかもう文句ある人つけて。僕スナパイさんと動くか。あ、間に合った。ちょっと間に合わなかったか、時間。あ、スナパイさんに開くね。あれ、まあいいけど、まあいいか。タスクがちょっと終わんなすぎてるな。結構終わってねえからな。死んだ方が早いまだあるな。あ、チキンさん、スナパイさん。ないかな。いた。ってんのかこれ。はいはい、もう最悪だな。ストレージ入ってエレクトリカルに入る扉の手前ぐらいで光ったのはどうしました。あ、サントスです。マシャカリサントスずっと一緒にいたので、マシャカリさん絶対不可能です。あ、そうです。白角作りたかったんで一緒にいました。オッケーです。先端タケオも違うでしょ。先端カフェテリアにいた気がするな。いや、ね、タケオ視点、先端さんが前にいてずっと画面に捉えてたんで違います。 OK です。じゃあ分かんない、それは僕は見てない、タケオさんを。うん、そうだね、タケオ視点では先端さん白、うん、僕カフェテリアに戻ってきた時に先端と一瞬かぶった気がするから、先端じゃないのは分かる気がする。ダチキンは一瞬、停電になる直前に神宮寺さんとコミュニケーションで会ってます。ダチキンはダウンロードして神宮寺さんは右のタスクやろうとしたのかなって感じです。そうですね。ん？ダウンロード終わる頃には神宮寺さんいなかったので、神宮寺さん停電の方に向かってると思ってるんですが、それで合ってますか。合ってます、合ってます。誰もアドミンは見てないということですね。アドミンは見てないですね。ナパイさん目線、今の話整理すると誰が怪しくなりますか。ストレージを通った人はこのターン、ザチキンが最終位置、ストレージの上あたりですね。僕ストレージの上あたりですよ。ザチキンさんは見えてない、最終位置。で、僕は最終位置じゃないですよ。僕がいつ死んだかわからないので、通ったら履歴がある人を聞いてます。多分それ詰める時間はないんで、うん、タスク勝利でいけると思いますけど、どうですか。まあいいか、残ってる方はペアしっかり作る。あ、そうですね。僕スナパイさん、スナパイさんと合宿します。僕、オッ
わかりました。じゃあもう完全に僕カフェテリアから動きません。あ、いや、ついてきて、僕タスクあるから。オッケー、行く行く。誰がタスク残ってますか？私残ってます。あ、じゃあ残ってます。タケオサントスにつきます。え、マシャカリさん引き続きついてじゃダメですか？僕サントスさんいいですよ、僕は終わってるんで。マシャカリサントスさんにつきます。はい、じゃあダチキンは一人悲しく頑張ります。白だから大丈夫でしょ。タスクで終わらしましょう。いや、今の犯行時刻の広げ方は、いやー、これロック入っちゃってっかな。いや、スナパイさん不自然じゃね。さすがに停電した時間だから全てのアリバイある必要ないと思うけどな。ペア組んじゃダメだったな、これ。でも役部一は僕しかいなかったからな。やべえ、これ出るか。いや、スナパイさんなってそうだよな。死んでる。一応怖かったんで押したんですけど。死んでますね。あ、竹雄さん。あ、違う、ちょっとごめんなさい、ミトだ。うん、誰が死んでる。さん、神宮寺さんと一緒に食ってってませんでした。そうですね。そうか。そして多分エレクトリカルで死にます。エレクトリカルが1位残ってました。そこを確認しに行こうと思った。これでこのレポートですね。いや、オーツじゃない。オーツ直したのが神宮寺さん、竹雄さんじゃないの。あれ、右上 O2 の…いや、ここ O2 いけてないですね。あ、違うわ。あれか、サントスさんとマシャカリさんか。はい、うん、あ、そうですね。それ確認したから、タチキンはアドミンの方に向かって、スナパイさんとセンターさんがアドミンの方を直しの確認してます。その後アドミンの入室管理を見たら、エレクトリカル一人残ってて、神宮寺さんがストレージの方から上がってきましたよね。僕、え、ストレージ…はいはいはい、上がってきました。じゃあ神宮寺さんだな。まあ、タケオさん死んでるし。そうですね。まあ、見失ってるんで、ちょっとごめんなさい。僕は竹雄さんがどこにいたか分かってないですけど。まあでも、こうなったらもう神宮寺さんに入れるしかないかなと思うので、私も神宮寺さんかなと思う。うん、二残りなんでね。うん、あ、そっか、二残りか。もう村視点としてそのアプローチが最適としか言いようがないんで、釣らざるを得ないですね。で、3キルって全然ありえるんで、死体、はい、ボタン持ってない人は死体をしっかり探して、で、タスク持ってない人はタスク全力でって感じかな。サントスラス1です。あ、OK です。待ってます。センターどうする？ついてこか、まだ。いや、ちょっと時間かかりそう。スナパイさん全然来てくんないから。え？なんかめっちゃ止まってるのに合わせて動いてるの。いや、全然近寄ってくんないから。え、近寄るのが正解なの？僕やっぱ解消したいわ。でも、スナパイさん、誰か一緒にコンビ組んでほしいな。いや、誰でもいい。じゃあ、ダチキンスナパイさん見てます。マシャカリさん、センターのさんの方行っても大丈夫ですか？あ、そうですね。サントスさん、多分しわと思う。私、あとちょいで終わるんで。じゃあ、センターさんついていきます。そうやったらいらなくね。あ、じゃあ、いらないか。じゃあ、うん。はい、あ、じゃあ、まあ。僕、疑わしいんだったら別だけど。殺されてもいいからタスクを。そう、これなんか緊張するな、このタスク。終わりかな。
ノー残業デーじゃないですか。お疲れ様です。スナパイさん、ごめんなさい。全然大丈夫です。お疲れ様です。お疲れ様でした。やっぱスナパイでした。いや、もうやりたいタイミングでボタンが押される、押される。よかった。最後、多分あれ押してよかったっすよね。私、危ないと思って。いや、ナイスでしたね。いや、あれ、あれ、ね、あれ押されなかったら、さあの、雑巾さんは死んでました。うん、あ、結構、来る。もう開けてました、開けてました。わあ。で、あ、もう、スナッパイさんとセンターさんいるから、ダブルでいいんじゃないかと思ってたら、ボタン連打してたんですけど、届かなくて。あれ、砂沢さん殺したのスナッパイさんですよね、多分。はい。ああ、ですです。うん、あれ多分その初手のアルトさんも多分右側ですよね。カフェテリアですね、ボクシング。あ、カフェなんだ。カフェテリアか。わかんねえ。カフェテリアのボタン横ですね。うわー。うまっ。いや、てっきりなんかスナパイさんが右回りで、あの、はい、シールドからウェポンに上がって道中で殺してカフェテリアのブーかなと思っちゃったんで。なるほど。カフェテリアないか。リアクター鳴ってる時にカフェテリアの右側からやってきたスナパイさんにカフェテリア内で殺されて、はい、あー、だから押して消したのか。うまいね。で結構時間経って消えましたね、僕の死体は。メッドベイに入ってメッドベイから出てきてカフェテリアに戻ろうとする動きをして、うんうん、で3人に目撃されてるからもう押すしかなかったのか。いや全然発見されてもよかったんですけど。ああ、まあそうかそうか、別にいいのか、いつ死んだか分かんないから、はい、そうです。あ、カフェだったのか。カフェでしたね。僕がボタンを押せるときに僕の視点では死体が見えてました。上の方いや、もう本当に円卓横です。マミギですね。マミギか、すごいところで殺してる。多分そう、 私とゲイさんがその近く通ったんで、あの時見えなかったんですよね、多分。聞かなかったから、あ、じゃあ押せるかって押しました。本当に円卓横側なんで、ウェポン側からコント多分光らんですね。一回リセットしてよかったな、話を。小見前っぽかったけど、マジで場所分かんなかったから。いや、多分詰めらんないと思いますよ、ね、僕の死体は。うん、本当に右側のどっかで死んでるで終わりそうなぐらいな感じでした、ね。まあ、もうなんか竹雄さんが嘘ついてることぐらいまで考え始めました。僕だってゲンさんとスナッパイさんにいろやろって言ってゲンさん追っかけとったらスナッパイさんに殺されてびっくりした。そう見えますよね、アルトさん目線。もうボタンがすごすぎて。だって最後なんかよくわかんないとこいませんでした、ゲンさんなんか。最後はストレージで給油した後、何にもないところで棒立ちして待ってませんでした、なんか。あ、あれはエレクトリカルの門番を殺しにかかるんじゃないかと思って、ちょっと生存率を上げようとちょっと忘れて何にもないところで止まってって。ただ多分スナパイさん探しに行ったんですかね、確か。なんかでいないと思って右に来られたタイミングで普通に鉢合わせして死んじゃいました。すいません、ちょっとトイレに行きます。難しかったですね。いやー、ごめんなさい、スナッパイさん、本当に。全然大丈夫なんです。いや、狙った、あ、そろそろと思ったら、ボタンプーって、もう、またボタン、またボタン、あの、繰り返しで、全然できなくて。いや、僕もてっきり最後、武雄さんって誰についてるって言ってたっけと思って。いや、もう僕は武雄さんつくっていう段階で、早々にやって、クールタイム開けて、もう一回って決めてたので。いや、武雄さんも、じゃあ、ナイスだな、神宮寺さん、チョイスしたの。いや、うん、まあ余ってんのそこしかなかったっていうのが、まあ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 、ね、神宮寺さんまだ何もしてなかったんだったら全然白かったんで、分かんなかった。1キロ起きたぐらいでボタンを押した方がいいまでありますね、こういう展開なら。なんかいや、もう、いや、今回のボタンのタイミングが絶妙すぎて、もう背中で刃物構えてたぐらいで押されてるので、ね、怖いな。マシャカリさんが押してくれたタイミングがギリですよね、多分ね。あ、よかった。そうです。そうです。あの時のセンターの押せアピールすごい。そう、あ、はい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 っつってもう押しました。もうザチキンさんに思想が見えてたんですよ、あの時。危なかった。コミュニケーションでザチキンさんとすれ違った時とか、サントスさんと一緒っていう時とか、もう押しますっていうタイミングでもうちょっと奥行ってからと思ったらボタン押されるんで、よかった。押してセンターさんざす。ボタンね、もうちょっと結構ね、押す意識の人がいつも多分いいタイミングで押してるから、うんうん、僕とか結構残ってるから押すたいときも押すんですけど、多分そこの人多分身を任せちゃってるから、多分タスクはまあ早く、まあ死んでやればいいから、タスクは。
もう難しいですね、やっぱ。もう、ターンをタスクやるターンをちょっとメリハリつけたいですね。そうですね、あ、すいません、戻りました。すいません。ちなみに、あの、スナパイさんと僕はもう、めっちゃ仲良しだし、もう、歴長いです。全然怒ってない、怒ってない。いや、もう、めっちゃね、付き合いも長いから、全然。そうですよ。うん。ゲーム外に波及しないからね。マブでしょ、マブで。そう、中の話だって、ね。たまにね、なんか、本当に喧嘩してるって思ってる人いるから。人狼ですからね。しないからね、そんな人とやりたくないからね、その、本当に喧嘩するような人とは。そうだね、もうなんか、身の振り考えちゃうな、やっぱり。身の振り。まあ、言論ゲームだから、しょうがないんだけど、ね。もう完全に対立軸だったから、まあまあ、確かにね、今回は。いやでも千田さんよく気づいたな、あのなんかちょっと情報出すの遅くないっていうところ。なんか誰もさ、え、そうだよねって言ってもみんなさ、それよりさみたいな話でさあれ僕が間違ってるのかなみたいな。そうだから、なんか私もそれ前日それに気がついて、あれ確かスナパイさんもうちょっと最新情報あったはずなのになと思ってストレージの話をしてたのが結構こう終わりかけだったから、よく千田さんそのこと覚えてたなみたいな、うん、言った私も忘れかけてたぐらいだったんで、うん、不安になってなんか思考ロック僕だけしちゃってるのかと思って、ね、ちょっと怖くなっちゃった。